皆さんこんにちは、大倉明光です。大倉明光の桃を癒す狂言、今回は赤狩りの解説をしたいと思います。赤狩りの解説なんでね、服も赤色にしてきました。はい、ということで、さらに今回は大倉弥太郎の一番弟子と言われている青森県八戸出身吉田新海くんに来てもらいました。ポン、ボヨヨヨヨヨーン。八戸市出身ね。はい、八戸市出身の吉田新海です。はい、はい、新海です。こんにちは。こんにちは。ね、前顔落ちたけど大丈夫だった？僕？大丈夫なわけないでしょ。やっぱ大丈夫じゃない。あんな冬の寒い日にさ、落とされて、風邪ひかなくてよかったね。ね。本当です。元気です。はい。おかげさまで元気です。はい、元気らしいです。はい、ということで、です今回は赤狩りのね、解説をね、しながら、新海ジーヤと雑談をしていきたいと思います。ジーヤです。うん、ジーヤです。いつからジーヤなんだろうね。ね俺もわかんないわ。あの誰だよ、お姉ちゃんがジーヤって言ってたからかな。お姉ちゃんが生まれたから、じゃあ新海ジーヤになるねって言ったら、うん、それからだね。で、それからだね。それから大倉家のジーヤやってます。うん、はいはい。はい、狂言赤狩りは稽古順4番、平物で合ってる？平物。オッケー。合ってるよ。あ、平物ってさ、あれ、1番から何番なの？75番よ。1番から36番まで。36番まで。36番まで。75番。嘘ついた。75番よ。はい、そうらしいです。75番よ、合ってる？合ってるよ。ほら、登場人物2人で、主人と太郎冠者、この2人です。太郎冠者でしたね。太郎冠者でした。どっか行くから、うん、そこで顔を歩いて渡ろう。お茶の会ね。そうだね、お茶の会があったからね。茶の湯に行くって言ってたけどね、茶の湯に行く格好じゃなかったね。そうだね、私服だったね、あれね。うん、私服だね。普段着だったね。普段着、ね、茶の湯行くときはちゃんと清掃してね、行くんだけどね、あれ普段着です、ね。なんでって、川に落ちるから。今度は茶の湯の体験のね、うん、動画も出したいので、それも楽しみにしてください。あっくんがやるの？うん、楽しみだね。うん、楽しみで待ってます。はい、新海ジーヤも出るかもよ。うーん、落ちねえよ今度は。今度は落ちないよ。はい、まあ、そしてね、まあ、赤狩りは茶の湯に行って、うん、まあ、顔を勝ち当たりするけど、うん、なんかもう むっちゃもう傷ついてんだよね。そう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 、冬ね、寒いからもうこの辺の子が赤切れが痛いのよ、うん、足とかね、水仕事とかやって忙しい、うん、ね、痛いの、うん、それなのにさ、背負って渡せって言われるでしょ、うん、やだよね。で、そこで、うん、まあ、主人がさ、お前なんか歌作るの上手らしいから、よよよ、俺が おんぶして勝ち当たりしてるっていう話になって、で乗せてもらって、おんぶして、そうで、深い場所で一生待って言われて、うん、でそれで読んだけど、うん、落とされちゃう、ちゃんちゃんみたいなね。ちゃんちゃんって終わないよね、ちゃんちゃんじゃないよね、最後ね、落とされた身としてはね、もう拍手っつってね、終わりだってね。はーくっさめ、うん、現代では拍手ですね、うん、くさめ、即歳延命ですね。即歳延命、はい、はい、なんで赤切れってさ、赤狩りっていうの、うん、赤切れとかさ、なんか切れてるとかさ、そういう言葉ってなんかこう嫌な言葉じゃない？だからこう赤がるってなんか綺麗な言葉じゃない？うんうん、だから赤切れだけども、なんか黒い感じがないよ ね。そう、赤切れっていう、赤がりっていうんだね、うん、赤がりはっていうのがさ、赤切れはってなんかこうちょっと汚いよね。、うん、なんかちょっと嫌な、ね、言葉がこうなんか汚いらしいから、ちょっとこう、うん、雰囲気を柔らかく、うん、赤がりっていうんだよ。うん、赤狩りに出てくる難しい言葉、新海ジーヤ言ってください。なんだっけ、まず茶の湯、うん、茶の湯、茶の湯は、茶の湯はお茶会、お茶会、お茶の会だね。そんで、あと勝ち渡りかな、勝ち渡り、で勝ち渡りで、狂言にはいろいろと川を渡る方法がいくつかありますね。おお、あるある。一つこう飛び越える、飛び越えるくらいのちっちゃい川だね。ぴょんぴょんと飛び越えるね。あとは歩いて渡る、歩いて渡るのが勝ち渡り、ね、これが勝ち渡りね。今日赤狩りでは勝ち渡り、他にもね、船
船を呼んで船で渡る、船で渡る、川、河岸、大河、うん、あるね、この3つの渡り方があるね、川の渡り方、ね、そうだね、うん、うん、あと他にはなんだろうな、あと六根っていうのがあるね、うん、六根へ染み渡りまするっていうところ、6つの根っていうのは体のあれだね、いろんなところに入るやつ、うんうんうん、言える？俺も言えないちょっと調べましょう。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、あとは触覚と意識、うん、全身で染みちゃうんだ ね、 目にも、ね、口にも全部の神経がもう嫌なんだよ、水の入れみたいな、ね、そのくらいこう痛いの赤切れ、うん、ね、それぐらい痛いんだ、そう痛いんだ、もう全身にあるんだろう、ね、うん、六個の似たやつで、うんうんうん、五臓六腑っていうのが似てるね、言葉がね、五臓六腑、いろんなこう体に臓あるでしょ、うん、心臓、肝臓、腎臓、膵臓、肝臓、胃袋腸、はい、肺は違うんだっけ、あとはなんか五臓六腑、ここに ね、テロップがバーンって出てきますね、はい、おー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 分かった、五臓六腑って言うとさ、あれだね、うん、神経っていうのはお酒な感じがするね、なんかお酒飲んで、わー、五臓六腑に染み渡るって感じ、いい言葉だね、なんかね、なんか、よくないかな、なんかもう体全身に染み合って、なんか、いいのかよく、いいのか悪いのか分かんないけど、うん、ね、まあ、とりあえずそういう言葉です。はい、はい、あとは？あとは、はい、あとは、歌が3つ出てきます。3つ。1つは？1つは、赤狩りは、赤狩りは、春は腰地へ帰れかし、帰れかし、冬こそ足の元に住むとも、お、もう一つ、赤狩りは、赤狩りは、弥生の末のホトトギス、ホトトギス、うずきめぐりてネオの水を泣く、はい、二つ、あと三つ目は、赤狩りは、赤狩りは、恋の心にあられども、あらねども、日々に勝りて悲しかりけり、あ、一段と良いようだ、はい、はい、ありがとうね、3つよく覚えてましたね、はい弥生の末のホトトギスっつってるけど、うん、1月から12月まで全部言える、昔のやつで、おお、言えるかな、あっくん言える、多分言える、お、じゃあ言ってみた、せーの、はい、むつき、きさらぎ、弥生、うずき、さつき、みなずき、ふみずき、はずき、長月、神奈月、下月、師走、言えた？言えた、おー、大丈夫だったね、ね、じゃあちょっと言ってみ、俺か、あ、言うか、言って、むつきほし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 ほやっているちょっとやつをね挟みたいと思います、挟むということでおお、ということで、ということで、お返ししてください、オッケー、むつき、きさらぎ、やよい、うずき、むつき、きさらぎ、やよい、うずき、さつき、みなずき、ふみずき、はずき、さつき、むつき、え、ぴえ、ぴえ、さつき、みなずき、ふみずき、はずきだ。もう一回やろ。もう一回やろ。さつき、みなずき、ふみずき、はずき。さつき、みなずき、ふみずき、はずき。はい。長月、かんなずき、しもつき、しわす。なんだっけ、長月、かんなずき、しもつき、しわす。パーフェクト！歩くとか？ドナツとかでさっき言ったんだね。ちなみに英語は、じゃあさっきこうね言われたから、今度英語で1月から12月ってこと、うん、分かった、ジェニエリー、うん、ジャニュアリー、ファブラリー、フェブラリー、マーチ、マーチ、エイプリル、エイプリル、メイ、メイ、ジューン、ジューン、ジュライ、ジュライ、オーガスト、オーガスト、セプテンバー、セプテンバー、ノーベンバー、ノーベンバー、オクトーバー、オクトーバー、10月がオクトーバー、オクトーバー、10月がオクトーバー、うん、オクトーバー、オクトーバー、11月がオクトーバー、ノーベンバー、ディセンバー、ノーベンバー、ディセンバー、ディセンバーね、はい、で終盤うやむやでしたね、ジャニュアリー、フェブラリー、マーチ、
April, May, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 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 December. 俺も今ちゃ英語わかんねえや。ね、英語わかんないね。英語難しい。じゃあちょっとね、ちょっと赤狩りからだんだん逸れていくけど、じゃあ今度1月から10月のね、花で花札。12月のね。うん、1月から12月。12月の花札。花札。あれだろ？松。梅、桜とかのやつだろ。そう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 。だから1月から12月全部言って。松、うん、梅、うん、桜ではない。あってあって。桜、葉、富士。おお。あれだよ、勝負。おお。萩。ではない、ではない、兄ではない。勝負の次が6月か、長、うん、雨だ。違う、雨じゃないな、うん、なんだ、霧じゃないな、霧は12月だな、それ知っとんね、うん、6月なんだっけ。ちょヒント答えだ、ボタンボタン、ハギ、うん、9月8、7月がハギ、8月が夏だね。あれだ、ススキ。おお。月？ちょっと待ってね。オッケー、オッケー。何？あとススキだ。ススキ。9月。酒。いや、あの酒が書いてあるやつ。菊。おお、オッケー。9月が菊。うん、10月が。なんかあの熊田だっけ、あれで払うやつ、落ち葉。だからそれって落ち葉。違う、落ち葉じゃん。だからさ、秋にあるじゃん、落ち葉で言う。もみじだ、もみじ狩りだ、もみじだ。もみじで、11月が柳。おお、あれ11月か、うん、雨しこんの雨って11月、うん、で、ラストが、キリ。ピンポンピンポーン、正解。ヒント、だいぶヒント出ましたね。はい。ね。カットでお願いします。松、梅、桜、富士、あやまボタン、萩、すすき、菊、もみじ、柳、キリ。おーおーおー。もう余裕だから。余裕だね。はい。はい。ということで、はい。グラグラでしたね。はい。みんなもう覚えてください。頑張ろう。じゃあまた赤狩りに戻ろうか。うん、そうだね。赤狩りの難しい話は重いんだっけ？うん。赤狩りはあとね。うん。あと新しい動きであれだよね、おんぶみたいな。おんぶね、あったね、おんぶが出てきましたね。ね。そろそろあれだね。あっくんに追ってもらわなきゃね。いや、深海爺や。そろそろあっくんが主人でね、深海爺やが太郎冠者のね、そのままいけちゃうじゃん。いや、そろそろ鍛えなさいよ。ちょっと骨折れ。骨折れるじゃない、もうそろそろ鍛えなさい、ちゃんと。鍛えてるけどさ。うん。じゃあ、それ、音部解説、ちょっとやってみる？うん。いく？うん。音部解説。ででん！テーブルの時で、ポン！はい！テーブルなくなりました。おお、なくなるか。それでは、背負うという動作をね、少しこう解説していきたいと思います。他にもね、いろんな狂言。今後、柿山節とか。あと、ウツボサル。あ、そうだよね。ね。ちっちゃい頃やったね。記憶ある？うん、覚える、覚える。あ、覚えてる？うん、覚えてる。じゃあちょっとね、解説していきたいと思います、はい、まず、僕があっくんを背負う。うん、そうだね。じゃあね、じゃあまず片膝して、はい、あっくんがまず肩に手を乗せると、はい、立ち上がって、腰を入れて立ち上がる。そこにぴょんと飛び乗る。はい、はい、で、ここはね、上の人もちゃんと背筋をピシッと伸ばして、あー、いいですね。でこれが背負うという動作ね。ここでね、その挟むんだよね。ここをね、手を離してもいいようにね、きちっとここでギュッと、せーの、はいはい、こういう感じでギュッとここでね、はい、足を挟んでもらってます。赤狩りですと、まずやっとな、チャンブリ、まずは浅そうな、効果もいいよね、うん、チャンブリね、うん、チャンブリ、なんかまだ浅そうね、チャンブリ、ピチョンみたいなね。次いくよ、2足目、やっとな、どんぶり、どんぶり、どんぶりじゃない、どんぶり、はい、どんぶりです。
どんぶりじゃないね。どんぶりってなんかあれだね。だいぶさっきのチャンブリよりさ、だいぶこう、うん、どんぶり、こう膝くらいまで入った感じするね。ね。はい、悪夢ちょっとピッ。はい。じゃあ今度3足目。どんぶり。これはちょっと不幸になった。だいぶもう腰あたりまで来た感じするね。ね。じゃあここでちょっとあっくん、はい、胸張って。はい。落とすよ。やっとな。川へ落ちた人は両手をね上げて手を開くことで落ちた感を出します。そんで足がねお客さんの前にあるのが嫌なのですぐに後ろにやってはい一回転。そして片膝。左足からやっとなと上がりますね。やっとなどっこいしょみたいな感じですね。海へも花へも水がいるはあくっさめね。拍手ですね。息災延命いつまでも健康にという意味があります。くさめがくしゃみに変わったんですね。はいはい、それではおんぶの仕方から川に落ちるまでできましたね。ね。じゃあ今度深海ジジア背負ってみる。はい、以上今回の動画は以上でした。また次の動画へバイバーイ。終わんないのかい。おーい。マジで言ってる。大丈夫だよ。はい、それではあっくんに深海ジジアをおぶってもらいたいと思います。はい。じゃあまず片膝をして、はい、手を乗せたら腰を上げてグッと腰を入れてぴょんと。あ、楽。お。あ、はい。ジャンブリー。あ、はい、あ。ああ。でもだいぶね、あっくんでもちゃんと腰が入ってると、ね、深海ジーヤのね、おじさんでもちゃんとおんぶできることがね、わかりました。はい。何キロ？70キロ。あっくん何キロ？47ぐらい。ね、そう、体重下がってもちゃんと狂言のね、腰を入れてるとおんぶすることができます。ね、はい。まあ、こんなお腹出てるのにね、僕も行きます。ちなみにね、深海ジーヤは、うん、もう、桃屋さんの180番目の釣り術でもね、やってるよね。あれ、いつだっけ？あれ、2年くらい前だな。3年前ですね。その前だっけ？うん、3年前。これ、キツネね、やらせてもらった時は、体重は50キロ台。体脂肪も1桁まで落としました。今となっては見る限り。今日も、僕は、この辺、かな？かな？じゃあ次回の稽古順は5番目の船船です。お、船船、はい、さっき例でタイガって言ったやつ ね、今度船呼んで川を渡るやつ、うん、渡れるのかどうかね、渡れるのかどうか次回お楽しみに。バイバイ。お楽しみ。はい、え、じゃあどうせならさ深海ジアとこさエンディングでやんない。チャンネル登録は深海ジアの頭をポチ。チャンネル登録は深海ジアのお腹をポチ。いいねボタンもね。はい、いいねもお願い。ということでバイバーイ。ね。ね。